りない。あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であった。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれません。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。それならはっ、驚きました。なかなかのお手前ですぞ。ふざけないで、戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり？姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万。それで私の剣を裁けると思い、いや、グレイグ、姫様、今なら、落とされないように気をつけて。はや！マルティナ姫、あなたは一体。二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグ、追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃが、やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると。遥か昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールも。よいか、この世に生きる全ての者たちのために、お主は邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのだが、ウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしいやつじゃ。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かがね。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何か。どうだ、何か見えないか。
何も見えないって、その絵だ偽物。まさかあの情報屋にここまで引っ張っといて、ありえない。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとし、よろしく頼むぞ。おい、枝が。ちょっと何を今の、私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、あと、お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできた。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。ロー様、売らなくて正解でしたね、仮面舞踏。危うく真の価値も分からず、ロギンに変えるとこじゃ。祭壇のあった場所は命の大樹の真下。おそらく始祖の森、道は決まったな。残り4つのオーブを集め。残り4つのオーブといえば、子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲。とにかく今手がかりがない。
世界中くまなく、うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け、ソルティコはダハルーネの町から船で、幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わし、よし、それではオーブ探しの旅に。行きましょう。
誰じゃ。はあ、
終わり。